お立ちできる方はお立ちください。なぜお前は悪を誇るのか。許しよ、神の恵みはいつもあるのだ。傾くものよ、前の下は破滅を曲がっていたら、鋭い刃物のようだ。お前は天より弱い、身をかがむよりも偽りを愛している。¡Suscríbete al canal!
知らせ伝えよう、与えられた証を持って語り続けよyou
歌いがいからの一歩ではなく、私の言葉によってこの信仰の一歩を踏んでいきなさいと知らせます。それがあなた方に道を開き、また大いなる祝福へと導くと知らせます。このロシア系ユダヤ人の方々との関わりというのは、特にこの予言の成就のことであり、この東京アントニオ教会にとってはいよいよ本格的な中心的な召しに入ったことを意味していると叱られます。特にイスラエルに思いのある方々においては、この祈り深くありなさいと叱られます。さらにこの私の手によって多くの事柄が現れてくると知らせます。あなた方は注意深く見つつ従っていきなさい。私が計画を広げ進め、また成就させていこうと称されます。このロシア系ユダヤ人の方々との関わりというのは、さらなるこのさまざまなジャンルのユダヤ人の方々のとの関わりを開く扉となっていると叱られます。またユダヤ人とあなた方の間には深い関わりがあることを覚えておかなければなりません。その中で私が進める宣教があり、また導く技があると称されます。特にこのユダヤ人大イスラエル伝道に関しての重要性というのは、あなた方はまだ理解していませんが、この年を追うごとに、そのユダヤ人大イスラエル伝道のこの霊的なポイントであり重要性というのを理解し、また正しく十字架を追って歩むことができるように、あなた方は祈り深くなるであろうとしゃべります。はい、永遠に生きてもらう。どうぞお座りください。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会ではどこの教会の方でも、イエス様を信じ洗礼を受けられた方、洗礼を望んでおられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。またインターネットで礼拝に参加されておられる方々の中で、イエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々もぜひこの式に加わってください。インターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒ブドウジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の様はこのパンとブドウ酒ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒ブドウジュースを豊かに祝福してください。私一人々に恩があとんちの恵みを表してください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを告白しておいてください。これらの祈りをイエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。
イエスはパンを取り、祝福しの御心を裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。じゃあお願いします。天の様、聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を持ちたいとこういうふうに思います。
ますね。それでは宮下牧師を祈ります。愛する天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることを心から感謝いたします。今私たちは御前に献金をお捧げいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、また清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いをいたします。また今日捧げになったお一人一人の上に主の豊かな霊的な祝福、また実際的な祝福がありますようにお願いをいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書を開き